たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのふんどし、じゃじゃん、藍染めの、そう、肉球ふんどしでございます。じゃーん、はい、大好評のね、藍染め肉球ふんどしを締めていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。では早速ね、締めていきたいと思います。まずこの肉球ふんどしをおへその位置にセットしていただいて締めていきます。実は今日ね、今朝の6時です。はい、6時なんで、今からですね、朝稽古行ってきます。稽古ね、よいしょ、剣道の稽古なんですけど、行ってきたいと思います。一応これで三日坊主は防いだって感じですね。はい、3日ボール4日目です、今日はね。はい、よいしょ。これだとちょっと下なので、もうちょい上で締めますかね。はい、で、ここの時点でね、まだ長さとか調節してください。で、グッと締めていきます。グッと締めさせていただいたら、よいしょ、この時点ですね。はい、長さ調節していただいて、上からかぶせます。まあ何でもいいんですけど、一応このやり方が一番僕はね、好きなんですね。で、下から上とねじっていきます。こんな感じです。そしたらしっかりですね、股に手を通していただいて、しっかり包み込みます。大事なものを包み込んでいただいて、この上から下へと、これこれね、結構テンションしっかりかけながら股に通してグッといきます。はい、こんな感じですね。そしたら、縦三つに、左から右に行くときに、こう縦三つにね、ねじっていきます。3回ぐらいやったらいいと思うんですけど、お好みで何回やってもいいです。締めればね、締めるほどどんどんきつくなっていきます。で、横三つに、下から上と1、2、3、4と。はい。やっていただいて、最後ちょっとね、角のように立たせると、かっこよく締まるんじゃないかなと思います。はい。これでね、完成です。あとはまあ前袋のね、形をちょっと整えて、ピッとね、三角形になってる方がかっこいいと思いますので、参考にしていただければなと思います。前はね、こんな感じです。じゃあ、肉球風だし。後ろはまあね、はい、6尺なので、こういう形になっております。ということでですね、これから剣道への練習、結構に、着替えていきたいと思いますので、まあ、いつまでね、続くか朝稽古わからないですけれども、とりあえず今日4日目ということで、このままね、頑張っていきたいと思います。それでは、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、たぬきちチャンネルでした。バイバーイ。よし、寒いけど頑張ります。